6月16日、大宇陀波佐間の秋神社の参道です。この歴史ゆかしき神社で毎年ホタルの季節に催される秋のホタルの第26回となる今年もこの上ない好天に恵まれ、境内の能舞台で上演されました。境内に足を踏み入れると会場を待つ人たちが早くから列を作っていました。いつもは人気のない鎮守の森もこの日ばかりは時ならぬにぎわいに輝いています。この大掛かりな催しには大勢の人たちが関わっています。その一つのグループが県立大宇陀高校の生徒たちです。男子生徒は5人が参加しています。ここでは蛍の終了後に配られる薬草としての菖蒲とよもぎをセットにしています。一方女性たちは定茶の席でくつろぐ人たちに抹茶を提供する接待係を務めています。女性8名のうち和装している5名は蛍姫と呼ばれ、能楽の中ほどで舞台周辺から蛍を飛ばします。定茶の席の楽屋裏では男子生徒も加わって次々と持ち込まれる器を洗っていました。地域の由緒ある伝統行事に直接加わってその下支えを担う生徒の皆さんの一言です。こんにちは。僕たちは大宇陀高校の生徒会の者です。僕たちがこの蛍野に参加したのは伝統的文化にとても興味があり、伝統的文化に参加できとても嬉しく思います。私の地元大田で行われる伝統行事にぜひお手伝いしたいと思い参加することにしました。この場所に来て歴史あるとても素晴らしいところだと思いました。また大田高校の生徒会として参加したいと思いました。私は今年入った1年生ですが、このような大きな舞台でボランティアとして出させていただくのは本当に嬉しいです。私も大宇陀高校生なのですが、こんな大きな行事に参加できて嬉しいです。宇陀松山藩小田家が寄進したという由緒ある能舞台、その前に整然と並んだ一席が会場を待っています。午後4時30分会場です。能狂言の開演に先立って雅な琴の演奏が披露されました。演奏は生田流奏曲東院会菊君陽花社中工場の月など3曲が演奏されました。はじめは姉妹田村井筒くずでございます。姉妹とは表や装束をつけずに地謡だけをバックに曲の一部分を舞うものです。
姉妹が終わると来賓と主催者の挨拶がありました。高見庄司宇田市長です。皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきました宇田市長の高見でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。本日は本当に素晴らしいお天気に恵まれまして、この秋神社の能舞台で第26回の秋の蛍の能が、各も本当に皆様方多くのご参集をいただきまして盛大に開催されますことを心からお喜びお祝い申し上げます。将来も秋の蛍の能保存会会長太田道夫さんです。皆様ね、今日こんだけたくさんの方寄っていただいた、ぜひとも来年もねこうして来ていただきたいと思います。それと今日私本当に怪我していただいたご遠方から来られている方、西は山口県から来てくれてある方おられませんってね、どなたなんですか、手挙げてください。ありがとうございます。山口県からここへ来てくれるってほんま私は絶対酔いませんいや本当、また東京の方からも本当に来てくれてあります。いや本当このね魅力をね皆さんにね本当にこう支えていただいて、しっかりとこの蛍のまた頑張っていきたいと思いますね。今後ともまあどうか一つよろしくお願い申し上げます。挨拶が終わると火入れ式が行われます。それでは点火をお願いいたします。かがり火が赤々と燃え上がります。舞台上に主人と太郎冠者、次郎冠者が登場して狂言ブスが始まります。あらすじは、主人が留守番を申し付けた二人にブスという毒の入った桶には近づくなと命じます。主人の留守中にブスが見たくなった太郎冠者は次郎冠者と交互に近づき蓋を取ります。うまそうなので食べてみると、なんと中身は砂糖でした。そこで二人は争って食べ尽くしてしまいます。言い訳を考えた二人は主人が秘蔵する掛け軸を破り、あろうことか天目茶碗まで砕いてしまいます。主人が帰ってくると二人は泣きながら、留守中に居眠りしないようにと相撲を取っていたところ、大切なものを壊してしまい、死んでお詫びがしたいとあのブスを食べたらまだ死ねないと逃げていきます。能巴の上演を前に、大江信行さんによる能の見方や巴の解説が行われました。揺れるかがり火の明かりが能楽の世界へと誘う中、最後の演目能巴が上演されます。囃子方、地謡方が着座すると、笛の音で能巴が始まります。都へ登る木曽の山里の僧が近江の淡路の原まで来ると、里女が現れ木陰の社で涙を流しています。不審に思った僧が声をかけると、その里女は、ここにはあなたと故郷を同じくする木曽義仲が神として祀られているので、その霊を慰めてほしい、実は自分も亡者であると言い残して、夕暮れの草陰に消えていきます。旅の僧は里の男に義仲の最後と巴の働きを聞き、同郷の絵西として亡き人の後を弔います。里男が去ると舞台は暗転します。ここで蛍能のゆえんである蛍が放たれます。
木曽義仲は源氏の大将。この源氏ボタルは共に戦った幾多の兵士の幻かもしれません。再び火がたかれ、舞台に照明が入ります。戦国の女が薙刀を持ち甲冑姿で現れ、巴と名乗ります。義仲の戦いぶりや自身の奮戦の様子を語ります。義仲は深手を負い、ここに来て共に利害しようとしたが、汝は女なりとそれは許されず、形見の小袖と太刀を託して木曽へ帰れと言います。再び襲いかかる敵を巴が追い払って戻ると、義仲はすでに自害した後でした。泣く泣く巴は甲冑を解き、畳の小袖を身にまとい、刀は抱いて衣に隠し、木曽へと落ち延びたのです。これで全ての演目が終了しました。家路に向かう来場者の一人一人に、あの薬草の束が配られていました。第3回から蛍が飛んだという秋の蛍の最後に、もう一度蛍の乱舞をご覧ください。梅雨の晴れ間の6月16日と17日、室尾運動場で第7回春季宇田市長旗争奪学童野球大会兼第59回奈良県学童野球大会宇田支部予選会が開催されました。2日間この宇田市長旗をかけて熱戦が繰り広げられます。出場チーム4チームが元気よく入場してきました。最初のチームは前回優勝の田中監督率いる灰原ジャガーズで、主将は藤本佑くんです。続いては前回準優勝の泉監督率いる内巻ファイターズで、主将は奥田壮太くんです。続いては岸本監督率いる室尾バスターズで、主将は下村勇輝くんです。続いては吉田監督率いるハイバラアタッカーズで、主将は藤本大地くんです。奈良県軟式野球連盟瀬田宇田支部長による開会宣言です。続いて高見宇田市長の主催者挨拶です。お天気が回復しましたね。日頃厳しい、また楽しい練習の成果を存分に発揮して、思いっきり頑張ってほしいと思います。来賓のご挨拶は、奈良県軟式野球連盟宇田支部の大畑副会長からのご祝辞です。選手たちは精一杯、日頃鍛えられました練習を発揮しないと無理のない大会にしていただきたいと思います。優勝旗の返還の後は、灰原アタッカーズ主将藤本大地くんによる選手宣誓です。宣誓、我々選手一同は
第1試合は灰原アタッカーズ対内巻ファイターズ。両チームとも円陣を組んで気合を入れ、第1試合スタートです。元少年野球をされていたという高見市長による始球式では、なかなかの腕前に歓声が上がっていました。ファイターズともに打線が好調で、バットの快音が響きます。しかしアタッカーズ、ランナーが出るもホームに戻ることができず、ファイターズが順調に点を重ね、まず1勝を挙げます。第2試合は灰原ジャガーズ対ムローバスターズです。1回表からジャガーズ3点を入れ、さらに3回表、4回表と点を追加します。バスターズ、点を返したいところですが、ジャガーズの鉄壁の守備を前に点を返せません。さらに4回の表、バスターズ守りの場面で2アウトながらも満塁のピンチが訪れますが、見事守りきります。しかしその後点を返すことができず、ジャガーズの勝利となりました。ジャガーズ、喜びのハイタッチで心を一つにします。第3試合前に予想外のことが起こりました。付近でドクターヘリの救助要請が出たため、臨時離着陸用にグラウンドが使われる可能性があるため、試合は一時中断となります。どうやらスズメバチの被害に遭った方が救助されたようで、子どもたちは命の現場を見守ります。仕切り直して第3試合、灰原アタッカーズ対ムローバスターズの試合です。両チームとも本日2回目の試合ですが、疲れを見せることなく元気いっぱい。
1点ずつ返し合う接戦の末、6回の裏にバスターズが3点を追加し、バスターズの勝利となりました。大会2日目も快晴の中、みんな全力投球のプレーを見せます。内巻ファイターズが順調に勝ち抜き、見事優勝を決めました。準優勝は灰原ジャガーズです。表彰式では優勝チームの内巻ファイターズに表彰状が渡されます。優勝内巻ファイターズ殿キーチームは第7回春季宇田市長期争奪学童大会において当初の成績を収められたのでこれを表します。平成30年6月17日宇田市長高見庄司代読おめでとう。準優勝の灰原ジャガーズです。準優勝灰原ジャガーズ殿以下同分おめでとう。この上位2チームが奈良県大会出場の切符を手に入れました。最後に奈良県軟式野球連盟瀬田宇田支部長から激励のメッセージが送られました。最後の試合は素晴らしい試合でした。県大会においては両チームとも出ていただいて、もし許されるならば奈良県大会で決勝戦で両チームもう一度素晴らしいゲームを見せてほしいと思います。頑張ってください。勝つと嬉
しい、負けると悔しい。けれど野球は勝敗だけでなく、努力が成長に結びつく喜びを教えてくれるスポーツだと思います。一生懸命ボールを追いかけている姿はみんな輝いていました。松塚建設、60メートルの大空間も可能。システム建築、新築住宅、リフォーム、ソーラー発電、耐震補強も。松塚建設。受け継いできた大切な土地、思い出の詰まった住まい、売却のご相談は私たちにお任せください。適正な価格でご納得の査定を行います。秘密厳守、安心してご相談ください。豊富な情報をもとにスピーディーでご満足いただける売却をサポートします。土地・住まいの売却は灰原駅南口三和総合住宅販売へお気軽にご相談ください。近鉄灰原駅前のみーちゃん寿司、店主こだわりの新鮮な素材を生かし、お寿司はもちろん一品料理、懐石料理などでお楽しみいただけます。各種のご宴会、ご啓示、ご法事など50名様まで受けたまわります。宇田市内無料送迎させていただきます。詳しくはホームページまたはお電話で。皆様のお越しを心よりお待ちしております。